つもよりスポーティーな印象での登場です。というのも今までも購入品紹介動画で何度かご紹介してきた海外のプチプラファッションサイトザフルで、今回はスポーツウェアをたくさんたくさんゲットしたので試着しながら1点ずつご紹介していこうと思います。届いてから今から初めて着ていくものばかりなのでちょっと私もドキドキしているんですけど、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それではザフル購入品紹介スタート。1つ目、目目のパーカー、これ一番最初に欲しいと思ってゲットしてみました。ただお気をつけください、こちら裏肝の素材でした。まあね、秋冬に着ればいいんですけど、このなんか目がダサかわインパクトありでいいなと思って購入してみました、うん、そして一緒にこちらの赤のラインが入ったレギンスもゲットしてみました。足を上げて紹介。これ普通に普段も使えそうだし、とっても気に入ってます、うん、このレギンスかわいい、お気に入りです。レギンスパート2。ペイズリー柄じゃないか、このねピンクと紫の色合いが気に入ってゲットしてみました。さっきのレギンスと比べてこっちの方がつるっとした素材なのでヨガしたくなるなーっていう素材で、このレギンス後ろ姿がめちゃくちゃ可愛いんですよ。チャカチャカチャカチャじゃん。ふくらはぎの部分が編み上げのリボンになっています。はい、こんな風になんかクロスされてるデザイン性のあるレギンスあんまり出会ったことないのでお気に入りです。続いてハーフパンツなんですけど、これもう早速便利、ポケットがついていて、ランニングパンツみたいな形のウェアってここが結構間空いてたりするとストレッチでこう足開いてペタッとかやってる時にちょっと気になっちゃうので、こうやってスパッツが中に内蔵されてるのがチラ見え防止にめちゃくちゃいいです。で形もすごく綺麗だし、でかいなアイテムだと思います。パーカーシリーズ、ピンクのベビーピンクのパーカーをゲットいたしました。もうちょっとサイズを上げてゆるっと着ても可愛かったかななんて思ってるんですけど、まあ運動の時はねフィット感がある方がやりやすいかなとも思うので。あ、でも手の長さとか全然ちょうど良さそうです。はい、どんどんいきます。続いては全身黒なんですけど、これ別々で分かれててチビティとレギンス別のちょっとセットアップっぽく着てみました。この T シャツすごく形がぴったりしていて綺麗で、お腹ここが穴開いてるんですよ。で私近所のその地域に住んでる人だったら300円で通えるジムっていうのにたまに行くんですけど、そういうところっておじいちゃんおばあちゃんばっかりなんですよ。だからそういうところでちょっと露出度高めなウェアで運動してると恥ずかしいので、これぐらいの着方のウェアはちょっと控えめだけどスタイリッシュな印象でいいなと思いました。でレギンスもすごい形がめちゃくちゃ綺麗だし、フィット感があってもうキュッてラインが入っているので足が綺麗に見えます。くるぶしの部分にちょっと穴が開いているようなデザイン性も高いのがお気に入りです。もう伸縮性が抜群。せっかくなので伸縮性チェックのために。伸縮性も抜群でございます。続いてはすごくシンプルなブラウンのトップスロンティーです。なんですけどこれ親指こうやって入れるところがあって手の甲が半分隠れるデザインになってます。なんかリブ編みっぽくなってて体にすごく吸い付くような気持ちのいい素材なので、なんかこう手とかも動かしやすくてもっちとにかく着てて心地がいいトップスです。肩の開き方とかデザインが首も綺麗に見せてくれるような形なのでバレエのレッスンにこれは使っていこうと考えております。そしてこんなソックスを買ってみました。と足の裏が全部滑り止めになっていて、フローリングとかでヨガマットがないところでも滑らずにヨガとかができそうなアイテムです。いろんな活用方法がありそうなソックスです。こちら赤いレギンスなんですけど、こちらもかなり足元が可愛いことになってるのでご覧ください。なんか赤のレギンスってちょっと勇気いるなと思ったんですけど、意外と渋い色なので普通に使えそうだし、このねデザインがヨガとかで、あ、すごい今頑張って話してる。運動してて可愛いウェアでハッピーにできそうなレギンスだなと思いました。
で、なんとなんと目のパーカー気に入って2色買いですこれ黒地に白の目。なんかでもあちらのパーカーは裏起毛だったんですけど、こっちは普通にロング T シャツの素材でした。目、インパクトありますよね猫身っぽさも感じるし、この絶妙な感じが気に入ってます。さっきの目から虹に変わりました。これまた裏起毛のトレーナーなんですけど、こちらはザフルでお買い物するけどなんか欲しいのあるって言って妹に聞いたらこれってチョイスしていたので一緒に頼んでみたものです。これは妹にプレゼントしたいと思います。そしてヘアバンド、ニューヨークも行ってきたことですし思いっきりニューヨークを。でもヘアバンドって運動の時めちゃくちゃ便利で、まずこうウォーキングとかしてて汗を吸ってくれるので汗がダラダラ垂れてこないし、あとこう髪をアップした時にピンとかたくさんつけなくても前髪が降りてこないので、なんかいろんな服に合いそうで気に入ってます。そしてラメラメのランニングパンツをゲットしました。なんか青とか紫とか赤とかいろんなカラーのラメが入っていて、形が可愛いザフルのアイテム、こんな感じです。こういうのね、ちょっと昔まではダサいじゃんみたいなイメージだったんですけど、時代は回ってくるなと思う今日この頃です。続いてこの T シャツ、ただの白い T シャツではないのです。デルルルルルンなんか早く乾くっていう T シャツで、汗をかいても水に濡れてもすぐ乾くというものだそうです。素材的にはすごく着心地良くて、なんかサラッとした素材で気持ちがいいです。形も本当にシンプルで使いやすい形で、白の花柄のセットアップです。私の YouTube チャンネル史上今までで一番露出度が高い気がしてちょっとドキドキしてるんですけど、私ね、骨格的にくびれがなかなかできないのでちょっとお恥ずかしいんですけど形もこう肩甲骨が出るタイプになってるので、こういうタイプって腕がすごく動かしやすくて着ていて気持ちいい。花柄でちょっと白ベースのものだとすごい爽やかな印象で、すごく気に入ってます。まあ、なんかたくさんたくさん着替えて Y 字バランスして、なんかもうすでにすごい運動した気分になってるんですけど、ザフルは今までも何度かお買い物してるんですけど、やっぱり一つ一つのデザインが凝ってて、しかも安くて、まあ、素材もなんか全然問題なくて、やっぱり使えるなと思いました。今回購入していったものの詳細は概要欄に URL とともに載せてあるので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。この動画を楽しんでいただいた方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも綴っているので、概要欄の下の方の URL から飛んでフォローやチェックもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井亜美でした。